どうも大輝です。今日は士幌町に来てます。士幌町ではですね、偶然見かけたおしゃれなレストラン、そして道の駅の方に行っていろいろなグルメの撮影をしてこようと思っています。それでは早速ですけども、士幌町の動画をご覧ください。どうぞ。Thank you.
回ご視聴ありがとうございます。しほろ町の動画でした。いや、おしゃれでしたね。どちらもすごいおしゃれで美味しかったです。でね、地元産のものを使った料理とか、そんなものが結構多いなーっていう風に思いましたね。道の駅もすごいおしゃれで広々としてて、すごい素敵なところでした。またね、牛乳たくさん飲みましょうっていうことでね、無料でね、まず出されたんですよね。なのでね、なんかもちろんね、この生活だとあまり冷蔵庫っていうものが馴染みなくて、牛乳をなかなか飲めてませんけども、ちょっとずつでもね、牛乳をたくさん飲もうかなというような感じになりました。皆さんもぜひ牛乳を飲んで酪農家さんを応援しましょう。はい、ということでこの辺でしほろ町の動画を終了にしたいと思います。次に行く町は上しほろ町ですね。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。時には人を愛することもあるだろう。